サナシオンは日本の競争馬、乗馬。主な勝ち倉に2015年の東京ハイジャンプ、2016年の阪神スプリングジャンプ。馬名の意味由来はスペイン語でヤし。2011年10月29日、京都競馬場での2歳新馬戦でデビューし、10着以降7戦して2着2回、3着1回の成績とした後、2012年7月、 函館競馬場での3歳未勝利戦で、初勝利を挙げ、次戦の500万下条件戦無勝つ。1000万下条件では2着1回と未勝利に終わって500万、下条件に高級し、高級後は掲示板内の成績を残すようになって2014年2月、小倉競馬場での条件戦で3勝目を挙げた。再度の1000万下条件クラスでは3着が一度と勝つ、ことなく、 2015年2月の早友特別9着を最後に障害競争に転向する。2015年4月の障害未勝利戦で2分59秒3のレコードタイムで障害初勝利を挙げ、続くオープン2戦も勝って3連勝とした後、秋初戦の東京ハイジャンプは終始逃げを打ちそのまま、後続との差を広げ、4連勝を飾った。 さらにイルミネーションジャンプステークスを3分58秒2のレコード勝ち中山大障害に出走し一番人気に支持されるもアップトゥデートの3着に終わった。翌2016年は阪神スプリングジャンプから始動しアップトゥデートに5場審査をつけて重賞2勝目を挙げる。中山グランドジャンプでは一番人気に支持されるも重調3に差し切られて2着に終わった。その後、 秋まで戦列を離れ秋初戦の中央ジャンプステークスでは2着のルペール・ノエル以下を離して勝利を収める。しかし、中山大障害を目前にして、偶然浅くっ権限を発症していることが判明し12月3日付で引退、登録抹消されノーザン・ホース・パークで乗馬となった。馬術競技場として活躍している。以下の内容は net、netkeiba.com およびヤビスサーチに基づく、障害線は平均1回。ありがとうございます。